ちらはネクスコ東日本です。午後10時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに湾岸線西行きの情報です。工事のため火災で車線が規制されています。続いて中央環状線内回りの情報です。工事のため小杉の出口は閉鎖されています。次に工事のため平井大橋を先頭に船堀橋まで3キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ東関東道奈良島よりお伝えしました。あなたにベストウェイネクスコ東日本。